フランシス・デイビス・ミレーは、アメリカ合衆国の画家、文筆家である。タイタニック号沈没事故で犠牲となった乗客の一人で、ある。マサチューセッツ州、プリマス郡のマティ・ポイスットに生まれた。南北戦争が始まると16歳で、マサチューセッツ州連隊に加わり、最初、古史として、その後軍医を務めた父親の女子として働いた。ハーバード大学で学んだ後、ボストンの新聞。 ボストンクーリエの記者、編集者として働いた。この頃、イラストレーターの D.C. ファブロニュースから絵を学んだ。絵に本格的に取り組むようになり、1871年にベルギー、アントウェルペンの王立美術アカデミーに入学し、バンデリウスやニケーズ・ドケーゼルに学んだ。1873年のウィーン万国博覧会に有力な実業家で、 マサチューセッツ州連隊の将校だったチャールズ・フランシス・アダムズの秘書として同行した。ニューヨークで壁画を制作するミレ1876年にボストンに戻り工芸家のジョン・ラファージと共に建設されたボストンのトリニティ教会の装飾の仕事をした。1876年のフィラデルフィア・バンコク博覧会の宣伝の責任者として働いた。1877年に ロト戦争が始まると、ニューヨークヘラルド、デイリーニューズ、ザ・グラフィックの特派員として、バルカンで活動し、負傷者の救援などの勇敢な行動で、ロシア、ルーマニアから称せられた。ヨーロッパでの活動の中で、しばしばヨーロッパを旅した作家のマーク・トウェインと友人になり、1879年に、パリでミレーが結婚した時、トウェインも出席した。1880年に、 米国芸術家協会の会員になり、1885年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。ニューヨークのメトロポリタン美術館やワシントンのナショナルギャラリーの理事を務めた。1876年に設立されたボストン美術館の創立メンバーの一人でもあった。1912年4月10日フランスのシェルブール港で処女公開のタイタニックに乗り込み、 4月14日の北大西洋上での沈没事故の犠牲となった。遺体はケーブル不設船マッケーベネット号によって回収された。1913年にワシントンに共に犠牲になった友人のジャーナリストで陸軍部官のアーチバルド・バットとミレーを記念してバットミレーメモリアルファウンテンが作られた。ありがとうございます。